こんばんは、スプリングです。私は今兵庫県姫路市、ここは姫路貨物駅に来ております。まあ、山陽本線に隣接をする貨物駅ですけども、まあ、時間は深夜の2時過ぎですかね。この日はですね、もう伝説と言ってもおかしくないような機関車 EF66 の27号機が2076列車というね、列車を牽引をしているということで撮影をしに参りました。いや、ちょっとね、入線から撮りたかったんですけど、少し寝坊してしまいまして、まあ、もう到着をしてるんですが、ちょっと停車位置的に難がありますよね。まあ、奥の方にライトが見えてるかなと思うんですが、あれが EF66 の27号機になっております。まあ、ちょっとね、この姫路貨物駅の端っこから撮れるかなと思ったんですけども、ちょっと微妙ですね。いや、しかしね、この日めちゃくちゃ暑くてですね、まあ、しかも湿度がものすごい、もうカメラを出すともうその瞬間にレンズが曇ってしまうような、最悪の状況でした。まあ、しかしね、ちょっとだけ撮影をしてみましたけども、やっぱりトラックとかね、車がたくさん止まっていて、障害物もありますし、なかなか撮りにくかったですね。まあ、そうすると、まあ、深夜帯ということで貨物列車のラッシュ時間、EF210 牽引の貨物列車が出発をしてきます。いや、もうね、夜中の2時ということで、もう定期列車に関してはもう運転をしていない時間なんですけども、貨物列車に関してはこのようにね、たくさん運転されておりますので、結構たくさんの列車が出発をしていったり、通過をしていく姿を見ることができます。いや、すごいですね、本当にね、この貨物列車って24時間営業、日本の物流を支えているなというのを実感することができます。いや、しかしね、この姫路貨物駅、まあ貨物駅ということもあって、この辺結構明るいんですよね。まあ、ですので、この2076列車、266の27号機も出発するところは取れそうですのでね、それをちょっと狙っていこうかなと思っております。お、なんか横にも貨物列車が停車をしたようですね。そしてすぐに出発。また EF210 の牽引ですね。いや、もうこの山陽本線に関してはもう基本的には EF210 の運転ですからね。まあ、日中と夜中に EF510 が1本と EF66 の運用が1本あるぐらいで、その他はもうすべて EF210、 あ、違うな、また EF65 も1本走っておりますね。それ以外は EF210 の経緯になっております。まあ、EF66 の27号機に関しても以前ね、吹田機関区で撮影会があって、もうこれで引退かなと思ったんですけども、まあ、定期運用の離脱ということで、少しね、その間合いを縫って運転はされているということで、なんか最近になってね、少しだけ動き始めた列車になっております。まあ、しかしながらもうね、いつ引退をするかっていうのはほど分かりませんから、撮っておきたいものの一つかなと思います。まあ、やっぱりね、まあ、日中に撮るっていうのもいいと思うんですけど、まあ、仕事の関係で撮れなかったりとかね、しますので、まあ、こういう夜しか撮れないんですが、まあ、ちょっと翌日仕事とか結構しんどいかなと思うんですけど、これは撮らないといけないなという使命感に駆られて撮影をしている次第でございます。この日水曜日だったかな。まあ、それまでね、結構、コンテナなどは満載。いや、本当にね、いろんなものを運んでるんだなというふうに感じます。いや、ということでね、もうこの EF66 もいつまで走るか分かりませんからね、もうそろそろ出発の時間になるかなと思います。確かこの姫路貨物駅の通過時間は夜中の3時頃。まあ、それまでね、約1時間あるわけですけど、もうこの蒸し暑い中に、ちょっとね、だいぶ体力削られながらですけども、いろいろ物色をしております。お、今度はまたまた何かが出ていく。あ、通過ですね。いや、およそ1時間の間に5、6本のね、貨物列車が通過をしたり出発をしたりしましたね。いや、ほんとすごいなと思います。お、こちら後ろは性能コンテナたくさん積んでおりますね。さあ、そしてそろそろ EF66 出発の時間になるかな。どうでしょうか。まだ動く気配はありませんね。ということは、また別の貨物列車が入線ないしは出発をしていくのかなと思うんですけども、動き始めましたね。2076列車、確か夜中の3時10分だったかなと思います。 EF66 の牽引で出発をしてきました。いやー、このね、動いてる EF66 27号機も撮れるのは本当にね、最後かなと思いながら、しっかり撮影をしていきたいなと思います。
というわけで列車出発をしてきました。流し撮りでね、撮影をしてみました。まあ、ちょっとね、もう本当にこの湿度の関係でちょっともやっとしてるんですけども、この流し撮りね、この EF6627号機のかっこいい姿を収めることができました。いやー、なかなかいい迫力のあるね、写真が撮れたんじゃないかなと思います。個人的には非常に満足ですね。いや、ちょっとね、モノクロトーンにもね、仕上げてみましたけども、まあ、なんか英雄の、なんか、幻影というような形で、非常にかっこいいのが撮れたなと思います。いやー、ちょっとまだ機会があったらね、もうこの EF6627号機狙っていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとまたいつ撮れるかね、本当に怪しいところなんですが、まあ、そうするとまたまたね、すぐ続行、EF210 の牽引の貨物列車が出発をしてきますので、これを見てね、終わりにしていこうかなと思います。ゆっくりと本線の方に、入線をしていくところになりますね。こちらは EF210 の127号機だったかな、まあ、27つながりでね、EF66 ではありませんけども、出発していくところでございます。ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。